マイク・ヤングはカリフォルニア州ハンフォード出身の元、アメリカンフットボール選手。ポジションは WR。UCLA ではアメリカンフットボールと野球をしていた。彼の在学中チームはパシフィックジュー・カンファレンスで2度優勝し、1983年、1984年はローズボールを1985年はフィエスタボールで勝利した。 1984年のローズボールでは、リックニューヘーゼルからの53ヤードの TD パスをキャッチしている。1983年の MLB ドラフト37順で、ニューヨークメッツから指名された。1985年のドラフト6順目で、ロサンゼルスラムズから指名されて入団して4シーズンを過ごしたが目立った活躍は見せなかった。1989年から、 デンバーブロンコスに移り4シーズンプレーした。その間、1990年の第24回、スーパーボールに出場を果たし、1991年には、ジョン・エルウェイのターゲットとして、チームトップの44回のキャッチで629ヤードを稼いだ。その後フィラデルフィア・イーグルス、カンザス・シティ・チーフスで1シーズンずつプレーした後、引退した。 アリーナフットボールのコロラドクラッシュの副社長を務めた。ありがとうございます。